はい、どうもユッキーです。今日はですね、近くに近くの中学校に献血バスが来てるということなんで、ちょっとね、献血を初めてね、ちょっと人生で初めての献血をやってみたいと思います。献血初めてなんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっと荷物置いてもらって、このコートに痺れがないかどうかの確認なんですけど、はい、このままこうやってやっていただいて、こちらを読んでいただいて、はい、あ、ちょっと やってもらえなかったので読んでもらって大丈夫かどうか。薬は飲んでますね。薬、何の薬を飲んでますか？タブレット。いろいろ飲んでるんですけど。じゃあちょっと、はい、すいません、薬を飲んでるみたいなんですけど。はい。確認させていただきます。生年月日で。薬手帳。あ、ありがとうございます。何種類か飲まれてます。はい。いろいろ飲んでるんですよ。これは大丈夫。これは違います。これは眼科のやつです。他にも、はい。ちょっと先生の方で、はい。あ、いいです。はい。書いてもらう。後で長いです。後で大丈夫ですか？荷物持って。はい。はい、飲んでます。そうなんですね。はい。あ、いえ。あ、すいません。あ、ダメっぽい。はい。あ、すいませんね。すいません。またお願いします。
ですね、僕が飲んでる、うつ病の薬だったかな、精神科の薬がですね、その薬を飲んで、3日置かないと、できないということで、献血はね、できなかったです。はい。ですが、こちら。これなんだろう？これね、をいただきました。ので、はい。これなんだろう？絆創膏かな？あ、絆創膏っすね。絆創膏です。をいただきました。まあ、なんとなくね、そうじゃないかと思ってたんですけど、まあ、仕方ないな。うん。ということで、できませんでした。ということで、バイバーイ。